はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方は、よろしくお願いします。ただつばさですえ。今日は何の話かというとえ、読書です。磯川周りの読書術というえ内容をご紹介していきます。皆さん普段、段あの読書されている方には、こう少しでも、あ、こういう本の読み方があるんだなという、あのアウトプットにつなげる読書方法ですね。 これを掘り下げて皆さんと一緒に深めていければと思います。それでは最後までぜひお聴きください。よろしくお願いします、はい。今日のテーマは読書の方法ですね。皆さんは普段どれぐらい本を読まれているでしょうか今回ご紹介したい本は効果的にアウトプットをしていく読書の方法なんですね。で、ここで言っている読書で想定しているのは割とビジネス 書籍が中心になります。ですのであの、小説のような純粋にエンタメとして読む本というよりも、皆さんのお仕事だとか、えー、キャリア、まあ、そうしたことに関連する読書を想定しての方法になります。はいでえっと、今日ご紹介したい読書方法というのは、急がを回れの方法なんですね。でなぜ急がを回れというのは、まあ、後ほどあの、えっと、ご説明します。 でえっと、今回、あのポイントになるのは、えー、アウトプットをどれだけこうつなげるか、アウトプットにつなげるかという読書方法なんですね。もう少し具体的に言うと、なるべくその場で読んでいる、えーっとまあ、ほぼリアルタイムでアウトプットを考えていく、アウトプットをやっていくという読書方法なんです。で具体的に、えー、っとどういうやり方かというと、うん、と読んでいる、 こう時にあのタイミングを見て、その場で、えー、自分の言葉で、えー、表現をしてみる。置き換えてみるという方法なんです。あの再現語化ですね。で、えっとここの再現語化というひと手間があるかどうかで。でも本のそのインプットの理解度であったりだとかまあ、記憶の定着、あるいはそれを自分の皆さんご自身の血肉にしていくっていうのが全然違ってくるんですよね。 でえっと、インプットした情報をそのままあの流れてしまうのではなくてマウトプットをするそれもこう自分の言葉で言い直してみるというその転換プロセスがあることによって、えー、皆さんご自身の中にこう深まっていくんですじゃあ具体的にどういうふうにそのうーんとマウトプットをする再言語化を読書でやっていくのかなんですがうんと私がよくやっている方法をご紹介しますね で、どういうやり方をしているかというと、まあ、本を読んでいますよね。でそして、えっと、まあ、章ごととか、一定のその、えっと、書いてある内容の、こう、塊部分を読み終えたら、その場で自分の言葉で言い直してみるんですね。で、えっと、本を読んでいて、まあ、紙の本であれば、一旦と閉じますし、あの、割と n d l e で読むんですよね。で、n d l e の場合は、一旦その電源を、 あのスリープ状態にして画面から本の表示を消すんですけれども、えー、と一旦その中断読書を中断して再言語化をするんですで再言語化で何を言ってるかなんですけれどもまず、えー、とそこまで読んだ内容を自分なりにまとめてみます、まあ、例えばフォーマットとしてあるのは、えー、と今読んだ内容を3つの説明をすると3つに絞ると、えー、どういうふうに言えるか もっと絞れるのであれば2つとか1つでもいいと思います。でそして、えっと、内容から自分が考えたこと、感じたこと、思ったことというのを自分の言葉にしてみるんです。単純にえ面白かった、何かこう引っかかるなというものがあれば、まずは面白かったという言語化で、そのレベルでいいんですよね。でそこから、えっと、なぜ面白かったか、自分はそう感じたかというのをこう自分に矢印を向けて掘り下げていくんです。 でその時もなるべく言葉にして、まあ、頭の中で言葉にするので、まあ、実際に声に出す必要は必ずしもないんですけれども、なぜそう思ったかというのをどん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 自分の言葉で説明をする、できるようにしていきます。で再現化でも一つあるのは、疑問点だとか、こう、著者が言っている考え方と自分の考え方の違う点なんですね。で、共通点を見出すというのも、 いいと思うんですが、自分がよく理解できていないこと、あるいは自分がこう思うといったような違った考え方も合わせて言語化をしていくと、よりこう相対的に、えー、と本の内容を深めていくことができます。で、ここまでいくつか言語化の例をご説明したんですが、ポイントは何かというと、なるべくすぐになんですよね。で、この、 えっと、内容を自分の言葉で言い換えてみたりだとか思ったことを言葉にする疑問点だとか相違点違っている部分ですよね著者とでそこを言葉にするというのを、まあ、後から例えばそうです、ねえっと、通勤中に読んでいて、まあ、家に帰ってからやろうっていうのではなくてあのその場で本を閉じて、まあ、Kindle であれば画面をスリープ状態にしてほんの1分とか、まあ、長くても12分だと思うんですよね でそういう時間をとって自分の言葉で置き換えてみる本当にリアルタイムでその場でやるというのがポイントなんです。で、えっと、もう一つポイントを挙げるとすると言葉にするに、えっときに頭の中の想定として誰かに説明をする自分以外の、まあ、第三者に説明をするという想定で言葉にしてみるとよりあの言語化のこう磨き込みができます。 で例えば誰かというのは、ご家族であったりだとか、ご友人の方、あるいは同僚だとか上司、自分の親とか、お子さんがいらっしゃる方は、お子さんにどう説明できるかというのをあの仮想的に想定してみるといいです。で、えー、とこうした、あのまあ、ちょっと一と手間だと思うんですよねあの。本の読むスピードは確実に遅くなりますし、うん、といちいちその、なんていうんですかね、めんどくささというのも、あの正直、 生まれると思うんですなんですけどあの最初に「急ぐは回れ」といった表現を使いましたがあのこう早く読むことも大事なんですけれどもいかにこう自分の、うん、記憶に定着させてご自身の血肉にしていくかというのが私はインプットからアウトプットにつなげる読書術で大切にしていることなんです。 で、えっと、いろんなアウトプットの方法がありますが、まず、本当に簡単にできるアウトプットの例として、まずは自分の言葉に置き換えてみる。なるべくその場で本を閉じ Kindle を、えっと、非表示にする。スリープ状態にして、その場で立ち止まって、言葉にして、再言語化。自分の言葉に置き換えて読書をしていく。これが、あの、一見すると非効率なんだけれども、えっと、うん、俯瞰すると、すごく、あの、本の内容、記憶が定着されますし、 これを続けていくと、えっと、ある本を読んでいたときに、全然違う別の本、A という本を読んでいたら、B の内容がこう頭の中で繋がる、こう点と点が繋がる読書にもなるんですよね。まあ、そうした、すごく、こう、うんまあ、知的興奮というか、あの、破体験ですかね、が起こるのは、この急ぐ場りの読書の特徴なので、ぜひあの、その場でのアウトプット、再言語化、自分の言葉に置き換えるんですね。 をして急が,急がば回れの読書術、まあ、こんなやり方もあるのということであの、参考になればと思って、えー、今日はこんな話をさせていただきました。はい。えー、というわけで、そろそろクロージングです。えー、今回は、えー、読書の方法ですね。急がば回れの読書術について、えー、ご紹介をして、えー、どんな方法かを皆さんと一緒に掘り下げてみました。でポイントは、えー、その場ですぐにアウトプットをする。具体的には自分の言葉で言い換えてみるという再言語化ですね。 で言葉にするのは、えー、読んだ内容であったりだとか、まあ、思ったこと、感じたこと、あるいは、えー、著者との共通点であったりだとか、えー、違う点、えー、そして疑問点、こうしたことを、まあ、その場で1、2分でいいので、えー、言葉にしてみる。頭の中で、えー、言葉にしてみるで。できれば誰かに説明をするように、えー、言葉を選んで、えー、っと言ってみると。というやり方をするとあの、より効果的になります。はい。 今回も貴重なお時間を使って最後まで聞いていただきありがとうございました。このチャンネルでは毎日更新をしています。次回もぜひ聴いてみてください。他にもコンテンツたくさんアップしてますので、そちらのも良ければご覧ください。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。